こんにちは、まサです。先週、新潟行ったんですけど、すごく空気が美味しかったです。住んでいる人にはわからないと思いますけど、埼玉県と比べて全然空気が違います。新潟駅周辺でも空気が良かったです。人口密度が低いんでしょうかね。人がいないなっていう印象がありました。商店街も何個か行ったんですけど、 やっぱり人がいません。ここは新潟駅から5分ぐらいの商店街なんですけど、人が全然いませんでした。一人ぐらいしかいませんでした。車で10分ぐらい走るとイオンがあるんですけど、新潟駅から徒歩圏内には何にもないんですよ。なのにこの商店街には人がいませんでした。ものすごくでかい商店街なんですけど、 寂しかったです。そして有名な万代橋っていうのを渡ると多くの商店街があるんですけどこの商店街もほとんど人がいませんでした白山神社っていう神社があるんですけどこの前の商店街がほとんど人がいませんでした新潟の商店街はどこも大きいんですけど だからこそ余計寂しく感じるんです。人口が減っているっていうのもあると思いますけど、商店街自体に魅力がないんですよね。何か買いたいっていう気持ちにはなりませんでした。そしてこの商店街をまっすぐ進むと、中心地の商店街につながってるんですけど、やっぱりここにも人がいません。 お客さんを呼ぶためかわかりませんけど、ドカベンっていうアニメのキャラクターの銅像がたくさん立ってました。2100万円で作ったそうなんですけど、集客っていう意味ではあまり効果がないような気がします。ドカベンの銅像に会うために新潟行こうってなるかどうかですよね。地元の人は慣れちゃいますから、 最初だけです。地元の人は誰も見てませんでした。銅像を作ったって、個人商店自体が頑張っていかないと意味がないです。銅像を見に来たって、買うもんがなければ買いませんからね。当然ですけど、お店自体に魅力を作っていかないと意味がないです。先日、どこかの YouTube チャンネルで、 倒産しそうな和菓子店が復活したっていう動画をやってました。商店街自体はさびれてるんですけど、そこの和菓子店だけお客さんがたくさん来てるんです。何をやったかというと、溶けないアイスを作ったそうです。原材料はわかりませんけど、話題を呼んだんでしょうね。こんな感じで魅力を作っていかないと、 なかなかイオンには勝てませんよ。商店街組合があるわけですから、どうやったら魅力的なお店を作れるか教えるべきですよね。どっかから先生へ呼んできて、どうやって発想したらいいかとかね、そういうのを教えるとこっちの方が断然有益です。さっき言った 溶けないいアイスっていうのも発想ですよ。昔だったらイチゴ大福ですイチゴと大福がくっつくなんて誰も思っていなかったわけです決して簡単ではないですけどやるしかないですそうしないと本当商店街がなくなっちゃいますでは以上ですご視聴ありがとうございました